皆さんこんにちは。あなたのハートの狙い撃ち、ドッキンドッキンコマニョンです。はい、皆さんよろしくお願いします。そして本日のスペシャルゲスト、はい、みーちゃんこと小松みさです。はい、ということで前回の動画見てくださった方は分かると思うんですけども、みさちゃんはね、元アイドルで元打楽器奏者ということですので、はい、まあ、前回の動画で私が全国金賞打楽器奏者として指導をさせていただいたんですけれども、今回は15年ぶりのブランクがあるみさちゃんと、はい、私は何年ぶり5年6年ぶりぐらいブランクがある私で演奏をしていきたいと思います。っていう感じなので、はい、私は何回か演奏するんですけど、もう練習なしの状態で、はい、ブランクを私たちが演奏していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。で、本日演奏していく曲はこちら、アルセナールです。よろしくお願いします。お願いします。アルセナールって言ったら、もう吹奏楽で言ったら結構王道っていう感じなんですけど、知ってました、みさちゃん。いや、なんか曲聴いた時に、聞いたことあるなって思いました。うっすら本当に記憶の中に懐かしい感じはしたんですけど、難しい。そう、難しいですこれ。意外と、まあ、私が一番難しいって言ってる曲ぐらいなので、曲自体は別に複雑じゃないんですけど、はい、結構難しいですよね、打楽器これ。なんで今日はちょっと頑張ってやっていきたいと思いますので、温かい目で皆さん見ていただけたらなと思います。はい、はい、それでは早速いきましょう。レディーゴー。
っちゃさ、分からなくなっちゃって、年取ってくると目がちょっと悪くて、ちょっと見えなくなっちゃうんですよね。最後だけ決めようと思って、最後会えばいいかなって。本当に難しい、これ難しい。でも H から I がマジで何もできなかった。ちょっともう分からなくなっちゃって、まあ、諦めた、追えなくなっちゃって。まあ、変なことなくよりですかさ、変な方がいい、はい、諦めもかしらしょうがない。ありがとうございました。どうでしたか、あの15年ぶりぐらいに吹奏楽部に演奏してみて。でもやっぱ楽しかった。え、よかった、うん、あ、自分今ちょっと合ってるなって思った時にすごい楽しい。あ、分かる分かる、自分合ってるなって、そう合ってると思って。あと打楽器って休みが多いから調節数えるのが結構手一杯なんで、うん、その調節数えてるのが合ってる時の喜びが半端ない。はいはい、休みが多すぎてもさ、逆にね、そう、入り間違えたりとかするから。あ、でも本当これ難しい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、次は私もアイドル頑張りたいと思います。はい、はい、では皆さん、この動画面白いと思ったらチャンネル登録、高評価、お褒めのコメントお待ちしております。では皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。